山形新幹線の施設並びに車両を所有し、東日本旅客鉄道に貸し付けを行うための事業を営んでいた第三セクター企業である。1988年4月、山形新幹線建設事業の推進母体として、大宇本線福島駅山形駅間の鉄道施設の改良工事を実施するとともに、改良工事完成後の鉄道施設や、 直通運転用車両を所有し、JR 東日本に貸し付けることを目的に設立。設立時の資本金は90億円で主たる、株主として、山形県、JR 東日本、山形市、東日本清ク、富士銀行、第一官業銀行、山形銀行、東北電力が名を連ねた。なお、1999年に開業した山形駅、 新城駅間については JR 東日本が事業主体となって整備が行われたため施設は当初より JR 東日本の所有であり当社は車両の提供の海の関係にあった山形 JR 直行特急保有は鉄道施設を保有しているが第三種鉄道事業者ではない2010年に400軽電車の運用を終了し以後は 鉄道施設の貸し付け事業のみとなったが、2018年3月に満期を迎えることから、保有する施設を JR 東日本に譲渡した上で、同月末で会社を解散、同年9月21日に生産が決了した。山形新幹線、翼号で使用された。ありがとうございます。